ねえ、昨日の休み何やってたの？ちょっとね、試験管で遊んでた。え？試験管で遊ぶ？ってことは、まさか理系女子？理系女ってやつ？それでね、何と何を混ぜたら美味しいかなとか考えて、フラスコの中に入れてたんだ。フラスコってあの科学の実験で使う？そう。間違いない。やっぱり理系女だ。で、これがそのチョコ。はい、プレゼント。理系女じゃなくて、チョコ女？このチョコレートは美味しさと楽しさを味わえる。佐藤大樹率いるデザインオフィス粘土のバレンタインスイーツ、バイエヌのショコラミクスチャ。試験管の中にあるお好みのフレーバーをフラスコ型のチョコに入れて、あなただけのチョコレートが楽しめます。西武池袋本店、渋谷店、そごう横浜店で2月初めに発売。詳しくは西武そごうのホームページまで。ミラノに来ております。やっぱり朝はカフェですね。あったかいカプチーノと、チョコレートの入ったパンを今食べ終わりました。すごいのが、チョコレートが入ったパンとチョコレートが入ったクロワッサンとチョコレートが入ってるクロワッサン風のパンがあるっていう、どんだけバリエーションが豊富なんだっていう、いい話ですね。いや、皆さん朝のエスプレッソを飲んでこれから出勤という感じなんですかね。新聞を読んだり、ワンちゃんを連れてる人も結構いますね。やっぱり外は寒いですね。パリの方が暖かいぐらいだったかもしれないですね。いや、なんかパリはやっぱり人が少ない感じでしたね。なんとなくパリ在住の人たちっていうんですかね、地元の人たちは普通に過ごしてる感じだけど、やっぱり観光客だとか仕事で訪れてる人は極端に少ないような感じで、タクシーも余ってるし電車もガラガラでしたね。ミラノは普段と変わんないかな。犬がいますね。朝はやっぱりたくさん真顔で糞をしてますね。これ気をつけないといけないですね。デザイナー粘土の佐藤貴さんとクリストもここでお届けしています。 J-WAVE 西武総合クリエイリオ。さあ、今日はグローバルサウンドスケッチ、はい、大木さんの、イタリア編ですね。そうですね、いやでもなんか臨場感ありました。最初の方はこう、はい、珍しいゆとりのある貴族のような生活、貴族でしたね完全に。なんかブレックファーストな感じでした、ね。後ろでこうクラシックが流れていてカチャカチャ落としてましたよね。カトラリーの音がして、ね、全然そんな感じじゃないんですけどね椅子もほとんどないようなもので、バールですね。はいはい、あれは出勤前の仕事前ですか？はい、そうなんです。ちょっといきなりパンの種類が豊富でチョコレート、はい、クロワッサン。そうですね、チョコレートのパンとチョコレートのクロワッサンとチョコレートのクロワッサン風のパン、これ頼むのもめんどくさいし選ぶのもめんどくさいな。同じのでもやっぱ細かい好みがあるんでしょうね。あるんでしょうね、チョコレートとパンの組み合わせに。あ、そうなんでしょうね。チョコレート何が好きでしたか？わかんないですね。そうですか。チョコレートのください。ください。はい、全部ですけど。でどれですかってね。風の音も。そうですね。結構、はい、風の音が強くて、そうですね。なんかミラノの方がなぜか寒かったんですよね。でパリ行かれてミラノに行かれたんですか？そうです。パリに2日間かな、でミラノに3日間で帰ってきたっていう感じだったんですけどね。そうですか。この時期はねやっぱりヨーロッパ寒いですよね。なんだかんだ言って寒いですけどね。で
やっぱりまだクリスマス感はかなり残ってましたね。そうなんですよ。あのまだあの電飾っていうんですか、はい、イルミネーション、はいはいはい、そういうのはまだ全然かかってましたし、ウィンドウを見るとあの、はい、パネットーネっていうんでしたっけ、あのパン、パンみたいな、なんかケーキ、地味なケーキみたいな、甘い、はいはいはい、はい、であれギフトで送ったりするんですよ ね、うん、そうですよね。あれが山積みみたいなのがまだまだ皆さんなんで、まだちょっとこう年末気分を楽しんでる感じでしたけどね、うんうん、ウィンターグリーティングなね、うん、もうそろそろそうですよ、ね、もうしばらくそうなんですかね、うんうん、そういう雰囲気でしたけどね、はいはいはい、はい、そうでしたか。まあ、あとはですね、はい、あの工事現場がやっぱり多いんですよ。めちゃくちゃ道がまだボコボコしてたりとか、仮囲いがあったりとか、クレーンがあったりっていう形で、あ、なんてでしたっけ、あのミラノ万博って、去年の10月に終わりました、ね、はいはいはい、多分それを目指していた工事が、ようやく今終わりそうな感じみたいですね。片付けじゃなくて片付けじゃないですね、万博始まるぞって言っていろんな計画が起きて万博終わった今もまだ工事中みたいな、いいじゃないですか、イタリアってやっぱそういう感じですよね。おおらかなんですよ。あ、まあね、ミラノという目標を一つに、はい、あの掲げたからこそ今できたっていうことでもあるんですか。万博ですよね。そうです、ミラノ万博を。そうですよね、そうです、そうです、で万博がなかったらそういうのもなかったんでしょうけどね。なかったっていう本当ですかそれ。万博の余韻をまだこう工事現場として、はい、楽しんでる感じなんじゃないですかね。すごい、やっぱりね、ところ変われば、はい、そうですね、そうなんですか、意外。そうなんですよ。さあ、はい、まあ、そんなミラノにお出かけでした佐藤沖さん、はい、もちろんまあお仕事ということで、この後は年度 の、 その新しいミラノオフィスに当然行かれたということで、はい、 そうですね、そのオフィスに潜入した模様から、はい、潜入というか普通に出勤したんですけどね、マイクが潜入かな。あ、そうですね、確かに、ね、番組のマイクが潜入、そういうことですね、そんな、ところからお聞きいただきたいと思います。 Thank you。 さあ、事務所にやってまいりました。門をくぐって、まだ事務所ができてからそんなに使ってないんですよね、実は。おはようございます。いますね、スタッフが2人ぐらいいますね。あ、綺麗に使ってますね、事務所。あ、なんか花とか植栽とか置いてありますね。で、その隣の部屋に行くと、ミーティングルームですね。6席置いてあって、片目には壁、あら、棚のところひび割れしてるな、大丈夫かな、棚バキバキ割れてきてるな、これ大丈夫なのかな、まあいいかね。あと10分ぐらいで打ち合わせが始まるんですかね。で、ミーティングルームの裏に行くと、もう本棚があってサンプルが並んでいたり、トイレがあってちょっとしたキッチンがありますね、はあ、コーヒーもちゃんとありますね。あれ、この模型あれかな、これからプレゼンに使うやつかな、塗りたてで乾燥中の模型が並んでますね。これ乾燥中っていうか、ほこりかぶってるの大丈夫かな、まあいいや、ほこりっぽい事務所なんでこれもしょうがないですね。あ、すごい、ちゃんとモレーノ君分別してるな。プラスティック&メタル、ペーパー、ミックス、ミックスってなんだ、ミックスしてダメじゃん、分別じゃないじゃんね、これね。あ、なんかすごい、あのレポートありがとうございます。いやいやいや、こう独り言のようなレポートのような、もう完全ぼやいてますね。いや、あんなにぼやけないですよ普通。すごいですよね何もない事務所であんなにぼやくかっていう。いや、でミラノオフィスは、はい、あの、まあ、今音だけを聞いてます場合はかなりあの空間もあるような、こう音がこう響くような、そうなんですよ、天井高があって、うん、高いんですか。そうなんですよね、結構響いてましたね、確かに、なんかイメージできました、まあ、今日写真も、野木さん撮ってきてくださってるの、はいはい、ホームページにもアップさせていただいてるんですけど、はい、あの本当に白くリノベーションなさってるんですよね。そうなんです、そうなんです、
うーん、まだできて数ヶ月っていう感じなので。じゃあまだあんまり行ってらっしゃらないですか。うん、まだアウェイな感じですね。自分の事務所っていう感じは全然しないですね。2名ぐらいいるっておっしゃってましたけど、2名ぐらいってなんだよなって話ですよ。2名数えられそうな気持ち。何人ぐらい向こうにいらっしゃるんですか。常駐は1人なんですけれど、日本の事務所から1人2人行ってたりするので、あのホームシックになってお帰りになったイタリアの方。あ、そうなんです。モレーノ君です。はい、モレーノ君が向こうに行ってらっしゃって、はい、そうなんです。シャイで貴重面なイタリア人っていう。シャイで貴重。そうなんですよ。だからゴミもちゃんと分別して、あ、でしたね。でも最後でちょっと面倒くさくなってミックスっていうのを作ってるところがちょっとイタリア人が出ましたね。そこでまあいいかっていう。そうなんですよね。居心地はそうするとまだゆっくりいらしたことないんでしょうけれども。そうですね。いやでもやっぱりちゃんと作業ができる場所、今までもオフィスはあったんですけれど、本当に狭くて、はい、あんまりしっかりと打ち合わせをしたり、作業したりっていうのはできなかったので、はい、ちゃんと設備が整ったっていうのはすごく落ち着きますね。日本で全部作って、そーっと持っていかなきゃいけないっていうのは今までの出張だったんです。模型にしても資料にしても、はい、まあ、半分ぐらい作っておいてパーツを持って行って組み立てを現地でやるっていうだけでもだいぶ楽です ね、やっぱり。それそれだけやはりミラノ、もともと拠点ミラノにお持ちですけれども、はいはい、やっぱりミラノでの打ち合わせとか仕事は多いんですね。やっぱりメーカーとか工場がイタリアは多いんですよ ね、 多いんですね。でやっぱりミラノじゃなくて、パリに行くにしても、はい、ロンドンに行くにしても、フライトですぐ行けちゃうので、1時間とか1時間半ぐらいで行けちゃうので、今回も EasyJet でピピュッと飛んできましたね。そっか、かっこいい。はい、EasyJet セッターですよね。はい、ちょっとリーズナブルな感じで。そうなんです。EasyJet セッター。はい、格安航空会社でしたっけ。はい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 。ね、大きなお体で、身長で、体を折りたたむようにして乗ってますよ、ちゃんと。でも、はい、翌日ももうプレゼンのお話、プレゼンがあるとおっしゃってましたけど。そうなんです。この内容、大石の大理石のメーカーでマルソットっていう大手の大理石メーカーがあるんですが、はい、そこが、4、5年ぐらい前にマルソットエディツィオネっていう家具のブランドを作りまして、はい、大理石のみを使う家具ブランドっていう、これも結構レアなんですよ。なんですけれど、そこからお話をいただいて、で今ミラノサロネ4月なんですけど、そこを目指して新作の家具を何点かと、あとはその発表する会場もデザインしてもらえないだろうかということで、それがこのお写真のですか。そうなんです。なんで会場 の、うん、はい、デザインを伝えるための模型ですね。まあ、おそらく建物は古い建物で。そうなんです、そうなんです。柱がこう並んでいて、上から、まあ、見られるような風にした今模型はなってますけど、そうなんです。天井を外したら上から覗き込めるような、はい、うん、そういう模型なんですけれど、空間が左右対称なんですね、はい、シンメトリーになっていて、それが面白いなっていうことで、真っ二つに 白の空間と黒の空間で、左に行くと白で右に行くと黒。そうなんです。でもう左右が本当に鏡が映ったように全く同じ家具をこう反転してる、反射したように、はい、並べていて、で大理石って真っ白と真っ黒があるので、それを全く同じものを白と黒で見せていくっていう、そういう展示にしようかなという。ちょっとチェスのような。ああ、まさにそんな感じかもしれないですね。大理石のイメージって白と黒とおっしゃいましたけど、はい、私なんかもう少しマーブルなイメージが強いんですね。なので、はいはい、大木さんの後、まあ大理石の重厚か重さ、素材の重さから考えると、はいはいはい、少し対照的なところでどんな風になるのか。そうなんですよ。軽やかなデザインと、いやもう石っていうのは、うん、まあ、自分だけじゃなくて日本人にとってもやっぱりちょっと感覚が違うというか、ヨーロッパ人にとっての石っていうものの捉え方がやっぱり違うなっていう気はしていて、それは椅子とかソファーとかデザインする時もそうなんですよね。やっぱり椅子っていうものが日本のこう生活に入ってきたのってまだ最近のことであって、やっぱり捉え方がちょっと違うなっていう気はしてるんですけど、そういう意味では本当にアウェーな感じですよね。重厚感のある素材をどう料理するかっていう感じですごいワクワクするんですけどね。楽しみですね。はい、ミラノの中央駅チェントラーレに今来ました。これから電車に乗って、クライアントのところにプレゼンテーションに行くんですけど、いやー、このでかい段ボールを持ってるとちょっと不審がられそうですね。今まではなかったけど、乗り場のところにかなり厳重なセキュリティが
ありますね。持ち物検査もやってるのかな。こういう時に段ボール箱持ってんの嫌だな。捕まりそう。無事に電車に乗りました。まあ、どこかのタイミングで止められて荷物開けさせられるかなというふうに心配してたんですが、全然大丈夫でしたね。あの物々しいのは雰囲気だけでした。ということで、今からベローナに行きたいなというふうに思います。佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています。 J-WAVE 西部総合クリエイディオ。さあ、佐藤貴さんと音で世界も旅するグローバルサウンドスケッチイタリア出張編をお届け中ですが、はい、これ面白いですね。どうも面白いですよごめんなさい、僕が盛り上がってどうするんだって感じですけど、面白いです。普通にあの出張してるだけっていう感じが、いやいやでもあのほら普段出張で旅行でもあまりあの音でいろいろ話して風景を残す、音で残すっていうことないですもんね。ないですよね。いや冷静に考えたら単にカフェでパン食べて出勤してでその後駅から電車に乗ったみたいな、それだけですからね。普通に考えたらそんなにすごいイベントはないんですけどね。イベントとしては、今移動中でしたもんね。そうですね、移動中で電車に乗ったところですね。なのでミラノの中央駅から1時間半ぐらい乗るとベローナ駅に着くっていう感じなんですよね。電車はまあちょっとあの物々しいあの駅の空気もあったということでしたけども、はいはい、そう、今まではあのチケットさえ持ってればもうそのままスーッと入っていけるんですよ。あの改札とかも何もなくて、あまりチェックされない時もないんですよ。で車両に乗ってチェックなんですけど、うん、そうなんですよ、車両の中でもチェックない時があるぐらい、ね、そのぐらい緩いんですけど、はい、でも今回はですね、はい、ちゃんとゲートみたいなのができていて、で何かこうなんか物々しい格好をした人たちがこう並んでいて、はい、あのミラノサローネの時のようなあの警備が、あでも そんな感じですね。メゾン呼びしようか、はい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 、でなんかこうチェックしますよ的なサインとかいっぱい出てたので、まあこれは捕まるだろうなと思っていたんですね。ちょっと確かに写真見ると怪しいですもんね。あの模型の箱ですもんね。そうなんですよ、四角くてちょっとテープが周り貼ってあって、あのなんか明らかに明らかになんかでも平気だったんでしょうね。全然大丈夫でしょうね。やっぱりこれコツってあるんですよ。飛行機 の、うん、あの空港でもそれってあるじゃないですか、チェックされたり、はいはい、特に、ね、あのドイツとかスイスとか、うん、そういうちょっと几帳面な国はですね、うん、何でもチェックしてくるんですけど、はいはい、ポイントとしては軽そうに見せる、うん、中身が、そうなんですよ。なるほどなるほど、全然軽いみたいな、ふんふんみたいな、ちょっと重くても我慢するっていうのが一つと、もう一つは楽しそうにこうなんかうわミラノ着いたねみたいな感じで、あそこの税関審査とか通るときだけはすごいこうテンションを高めにして、そうなんですよ、うわそういうところも見てると思うけど、あそうですか、逆に怪しいんですか、ね、あの人演技しちゃってみたいな頑張っちゃってなんですね。ダメか、やっぱあんま意味なかったですね。いやそんなことない、うん、はあ、まあ、じゃあそうして、はい、まあ、ミラノから、まあ、こう電車で移動されて、うんうん、ベローナという町に行かれて、はい、でそうなんです、そこに、マルソット・エディツィオーネという200年以上続く大理石のメーカーなんですけど、そこの本社と工場があったということで、はい、ここでじゃあ工場見学と。そうなんです、はい、でその模様を、マルソットの工場に来ました。なんか石の匂いがするんですね。なんかあのなんだろう、アイススケート場っていうのかな、リンク、アイスリンクの匂いに近いのかな。なんか教会用のレリーフみたいなのもありますね。うわー、いろんな石ありますね。見たことがないような、いやー面白いなこれは。あー、接着は樹脂系の接着剤を使っているから温度管理をしないといけないということで、工場の中にビニールハウスを作ってますね。へえ、面白い。はあ、石の。クリスタルフロッカ。はあ。It's quartz. Yeah. Oh wow. It sounds beautiful as well.はあ、なるほど、表面を手で磨くとこう澄んだ音がするらしいんですよね、叩いた時に。
ティングしちゃうと濁った音になる。面白いな。今の石の音なんですか？そうなんですよ、なんか石とああいう透明感のある音ってなんとなくリンクしてなかったんですけれど、しないで。薄いんですか？その薄いから音が出るっていうわけでもなくて、全体の石の大きさとか材質がどれだけ多孔質かによっても音が変化するっていうことで、で面白い話があったのが、たまにあるのがその石の表面を保護するために、樹脂であったり塗装であったりで、コーティングをしちゃうことがあるらしいんですけど、一度コーティングしちゃった石っていうのは、ああいう綺麗な音は出ないんだよって教えてくれて、だからこうコンコンと叩くと、その生の状態で扱ってる石か加工されてるかが分かるっていう風に教えてもらって、面白い。いや今あんな石の音はやっぱり聞いたことないですね。本当透明感だね。そうなんですよね。ガラスとも金属とも違う何かこう広がりのある音があって、びっくりしました。そうなんですよね。でも素材もこんな見たこともない、興奮ちょっとなさったっていうことでしたけど、かなりテンション上がってましたよね。いや本当に3畳とか4畳半ぐらいの石が1枚の石であると、もうアートピースみたいな感じですよね、もう何か美しい絵画を見てるような感動があるんですよね。こう本当に自然が生み出した流れであったり色の変化であったり、やっぱり日本に入ってくる石っていうのはやっぱり限定的みたいで、こんな石あるんだっていうのがたくさん並んでいて、それって、どういうどこから来てるんですか、ね、でも本当に世界中からみたいです。これは中国から来てるとか、これはチリから来てるとか、でもやっぱり石なんですよね。やっぱりポルトガルとか、ヨーロッパの石っていうのが強いみたいで、かなり豊富に揃ってましたね。でそれをやっぱり加工する技術もすごく高くて、職人さんがこう手で削って作るようなそういう道具も置いてあったりとか、あと面白かったのは工場の中にビニールハウスが組んであって、なんでこれビニールハウスあるんですかって言ったら、別に何かを育ててるわけじゃなくて、接着する時に温度が安定しないと、温度と湿度が安定しないと強度が出ないっていうことで、貼り合わせたものは温室に入れて、ビニールハウスに入れて管理してるんですなんて話があって、そんなの初めて知りました。そうなんですよ。面白いわ。でそうやって工場見学に行かれて、じゃあどんなものをデザインしていこうかと、そうですね、ここですね、またそこから新しいアイデアがこう出てきたりっていう感じだったりするんですよね。今回その工場見学に行かれてプレゼンをなさったということで、いよいよプレゼンですね。そうですね、その肝心のプレゼンについては続けて伺っていきたいと思います。よろしくお願いします、お願いします。いや無事打ち合わせが終わりまして、またベローナのホームに立ってます。滞在時間でだいたい2時間ぐらいだったんですかね。以前提案していたプロダクトのサンプルのチェック、3点ぐらいですね。それと、ミラノサローネの会場のデザインの、プレゼン、それと工場見学と、結構盛りだくさんな感じでしたが、いやでもとりあえずプレゼンがうまくいってよかった。すごく喜んでもらいましたね。あとはやっぱ工場見学面白いですね。週末だったので稼働はしてなかったですが、もうあれだけの珍しい石を一堂にこう見るっていうことはこれまでなかったので、今こうやって駅のホームに立ってても床の石とかちょっと気になっちゃいますね。なんか今までいかに気にしてなかったかというか、また新しいアンテナが一つ加わったような、そんな感じですね。お、電車来た。さあ今からまたミラノに戻って打ち合わせをしたいなと思います。
プレゼンはうまくいったんでしょうか。うまくいったんですよ。あ、まあ、さすがそうですね。そうなんですよね。はい、どういう内容だったのか伺っていいんですけど、僕はあのですね、はい、プレゼンのところこそ取らなきゃって思ってたんですけど、いざプレゼンとなったらすっかり忘れちゃって、いや、はい、いや当たり前ですよ。そこでもそここっちだのまさかのここまで取ってきたのにプレゼンの音を取り忘れたっていう、これ次回の課題ですね。いやいやいや、そこはでも、まあ、あの、まあ、もちろん、聞きたいですけど、でもあの真剣な、真剣な、でもそのどんな風に、まあ、でも滞在時間2時間ぐらいとおっしゃっていたので、そうですね、はい、なんでサンプルチェックと工場見学と空間のプレゼンっていうのは本当にギリギリでしたね、うんうん、はい、空間のプレゼンは、はい、あの時々番組でもプレゼンしてくださいますけど、はい、あの今回はこう一つ持っていくんですか、それともこういくつ か、 ですか、今回一案でこれ で、はい、これでしょうっていう感じで持っていったんですけど、先ほどの左右対称シンメトリーの白と黒、そうですそうです、はいはい、いや本当に喜んでいただいて、いやこれは盛り上がりましたね。実現するといいですね。これはそのいつに向けて、そのサローネとかなんですか、ミラノサローネにしないで、はい、やる予定なんですけれど、4月ということですか。そうですね、4月ですね。そうしますと、でこれからもプレゼンなさって、あ、これでいこうという